はい、アディクトクローズ名古屋から今日はお届けする、実は第2回目になるんですけれども、今回のテーマをですね、 ACVM のワックスコットンのシリーズについて、ちょっと今回はですね、またまた登場のオーナー石島さんにこってりと、はい、ワックスコットンだけにこってりと喋ってもらおうかと思ってるんですけれども、はい、よろしくお願いします。ここにね、これはもう今置いてあるのは実際着込んだやつですよね。そうですね、もう何年も前に 7,8 年前ぐらいに作って、ええ、まあ、その間着てる、はい、まあ、私物というか石島さん自身が着てるものなんですね。ワックスコットンって、はい、なんかイメージはできるんですけど、はい、実際よく分かってないですよ。そうですね、ちょっとごちゃごちゃ、はい、混ざってる感じも、混ざってる感じがもうしてて、はい、ちょっとじゃあ説明していきましょうか。はい、そこをズバリお願いします。はい、もともと、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、うん、イギリスの、まあ、アウトドアのジャケットとして、うん、まあ、作業をするときに、うん、雨とかに濡れないように、うん、綿の上着にオイルを入れて、うん、それで防水とかを、うん、まあ、まあ要は作業着、レインウェア代わりに使ってたものがもともと発祥で、うん、まあ、そこからバイクウェアになったりとか、はい、バイクの時も雨降りますから、はい、まあ、それがまあこう、まあ、ヴィンテージウェア特有のそのまあ歴史とか、はい、経年変化とか、はい、なんかそんないろんなヒストリーが相まって、うん、まあ、価値が出てきたりかっこいいってなってきて、来て、うん、まあ、それこそイギリスのヴィンテージウェアでも、まあ、いくつかブランドがあったりはすると思うんですけど、はいはいはい、まあ、僕が昔そのヴィンテージショップをやってた時に、ライダースを扱ってたっていうのは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですね、うんうん、ライダースのヴィンテージウェアをやってて、はい、そこから新品のライダースを作ったっていうのは、はい、で同じイギリスなんで、オイルドコットンのヴィンテージウェアも、まあ、結構扱ってたんですね。革だけじゃなくて、革だけじゃなくて、それは、はいはいはい、まあ、僕としたら当時、まあ、これとほとんど同じデザインのものが古着であって、はいはい、まあ、それもバイクウェアなんで、ええ、革じゃないけど、ええ、まあ、モーターサイクルジャケット、バイカージャケットの、その一つのかっこいいピースとして自分でも着てて、うんうんうん、で、まあ、これ見ていただくと分かるんですけど、うん、こうテカリがすごいですよね。こうなんか革みたいな、まあ、一瞬革っぽく見えるんですけど、当たってる部分って言ったらいいんですかね。そう、あとこう 裏側めくっていただくと、すごいね、光沢感が強いんですよね。そうなんか、いや本当ね、革って言われたら薄い革のように見えるんですけど、うん、見えちゃう。でこれは何かというと、うん、まあ、これは新品のものを着込んだものなんですけど、はい、ヴィンテージの、まあ、特に古いものは、まあ、それだけ年月も経ってますし、うんうん、まあ、生地が違うというよりは、まあ、オイルも多少違うのかもしれないんですけど、うん、高年式のもの、高年代のもの、うん、まあ、80年代とかのものよりも、はいはい、古いものの方がこの革みたいなこの光沢になってることが多いんですね。僕もたくさん持ってて今でも持ってるんですけど、はい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 、でそれがめちゃくちゃかっこいい、まあ、革とも違うし、うん、じゃあ普通のオイルドコットンの生地ともちょっと違う、はいはい、よくわかんない変化をしてて、めちゃくちゃかっこよかったんです、はい、僕もそれ着てて、うん、ただ汚いんですよ、うん、オイルがめちゃくちゃついてて黒ずんじゃってたり、ね、黒ずんでて、まあ、汚れもいっぱいついてるからそんだけテカって、まあ、ドロドロになってるんで、はいはいはい、でめちゃくちゃかっこいいんですよ、でそれをまあ作業着で着たりバイクウェアで着るなったら問題ないんですけど、はい、この当時洋服として販売してたし、普段、まあ、東京で生活してる時とか、はい、まあそれこそ電車乗る時とかどっか食べに行く時とかも着てましたから、ちょっとこう気にもなるし、あと触ってるとこう爪が真っ黒になったり、はいはい、オイルがね、気づいたら全部黒いみたいなね、ありますね。あと匂いも出ちゃったりで、その味が出てる良さを楽しもうと思ったら余計苦しいみたいになっちゃってたんで、はいはい、でなんとかならないものかと思って、うん、まあ、レザージャケットを作った後に、うん、このオイルドコットンのジャケットも、うん、自分で気に入ったものを作りたいと、うん、で最初はそのオイルを、塗った生地も試したんですけど、うん、結局同じことになっちゃうので、まあ、もうそれはオイルというものを使ってる以上しょうがないことなんですね。でそれでこう、うんうん、あの生地の加工業者さんとか、はい、まあ、そういうところにいろいろ当たって、はい、まあ、
これをなくしたいけどこれは残したいみたいな、はい、まあ、この要素として、はい、そういうのをいろいろやってる時に生地を加工するいろんな方法をまあ試して、はい、でこう出来上がったものがあって、これがその着たものなんですけど、これ触ってもらうと全くベタベタしてないじゃないですか。そうなんですよ、サラサラなんですよ。でこれめちゃくちゃ着てるんですけど別に匂いも別にないんですね、まあ、もちろん汗をかいたら汗は染み込んじゃいますけど、あのオイル独特の匂いとかっていうのは全くないです、でもこのめちゃくちゃ味が出て、はい、雰囲気も結構似てるんですね。はははは。でこれはなぜかというとオイルを入れてるわけじゃなくて、まあ、いわゆるワックス、まあ、そこに樹脂とかいろんなものも入ってるんですけど、それを生地にまあこう塗布して加工することによって、まあ、これ新品なんですけど、まあ、新品でもちょっとこう普通の生地とも違うし、新品でもこの触ってもオイルじゃないんでつかないんですけど、これを着ると、まあ、ちょっと色も違うんであれなんですけど、もっとこうなんていうんですかね、革の新品と革のエイジングしたやつの差みたいな。そうですね、この縫い目のところ、縫製の縫い目のところの立体感とか、うねうねうねってした感じとか、前立てとかもそうですよね、はい、でこっちはその生地にこう加工してるんで、まあ加工したこの感じはあるじゃないですか、はい、これが着込んでこうまあ革と同じようにこう経年変化してった感じがあると思うんで、これをまあ8年9年ぐらい前ですかね、ブランドを始めた最初の 2,3 年の時に作ったんですね。でこれをちょっと一時期販売してない時期もあったんですけど、今年あの代表モデルのこれも発売になるんで、はいはい、まあ、ちょっとこうオイルドコットン、ワックスコットンというのその違いの説明とか、はいはい、まあ、他のモデルもあるんで、ちょっと一回させてもらいたいなと思って今日、はい、って感じです。オイルドコットンのヴィンテージを見てかっこよかった、その雰囲気を追い求めていった時にストレスを排除していこうとして行き着いたらオイルドコットンでなくてワックスコットンになった。そうですね、そういうことですよね。でもなんか昔から扱ってる時も、多分オイルドコットンが正しいと思うんです。オイルが入ってるんで、はい、でもワックスコットンって単語も結構あったんですよ。ほう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 。で僕はワックスコットンつけたわけじゃなくて、当時そのイギリスでじゃあやり取りするとか、なんかこう見てても単語でワックスコットンってあるんで、別にワックスコットンって言葉は別に新しくないんですけど、物自体は存在してた、なんか曖昧な定義で、ただこれを僕ワックスコットンって言ってるのはオイルを使ってなくて、まあ、本当にワックスも使ってオイルゼロ、オイルゼロです。でこの光沢が出ると、はい、だから別にオイルを足すこともないですし、はいはいはい、あのベタベタすることもないと。ほうほうほう、はい、ただ唯一言うとオイルが入ってるから防水性も高まるって意味で言うと、オイルが入ってないんで、まあ、防水は少し弱いですけど、でもこれは雨を防ぐためっていうよりも、この昔のオイルドコットンの、この着込んだ後のこの雰囲気、まあ、唯一無二のこの革みたいな雰囲気、これを、まあ、自分で育てたりとか、楽しんでもらうための素材とか洋服なので、まあね、土砂降りだったら傘差しますしね。そうで昔はこれを着て、作業して手が空いてない、はいはい、でも雨濡れちゃう、だからオイル塗っちゃえみたいな、で雨防ごうぜって話だったんですけど、今手空いてるじゃないですか、まあそうですね、傘させばいいんで、まあ、バイク乗る人、まあ、もちろん手塞がってるから雨濡れちゃうってことはあるんですけど、まあ、今は選択肢も一番たくさんあるので、これで、まあ、その時は他のものを 着なさいと素直に、はい、であとはですね、この光沢がすごい出るっていうのは、高密度、細い糸で高密度に、織られてる生地じゃないとこの光沢出ないので。ああそういうもんなんですね、はい、だからこう目がほとんど見えないと思うんですね、だから皮みたいに見えちゃうんですよね。そうそうそうです。でってことは密度が細かいんで、はい、まあ、さっきのスウェットとかニットの時も同じような話出ましたけど、はい、風通しにくいんですよ。ああそりゃそうだな、はい、緩いより細かくは風通しに、でさらにコーティングされてるんで、この割と生地が薄くてライトウェイトなんですけど、はい、の割に遮風性は強いんですね。はははは、シャットアウトしてくれるわけですね、風を。ってことは、あの僕これ今寒い時用にモックネック、はい、この間紹介してもらった、前回ね、はい、着てますけど、はい、まあこれスウェットにこのライトなブルゾンなんで、割とこう、まあ、軽装ではないですけど、そんなにすごいこうヘビーなもの着てる感じないんですけど、でも12月ぐらいまでこの薄いこのブルゾンとこのモックネックなりのスウェットとかで全然いけちゃうんですよ、それは
まあ、これが、首が寒くない、はい、でブルゾンが、遮風性が高い、風を防いでくれるから冷気が入りにくい、はいはい、そういう利点もあるんですね、はい、ははしかもこれすごく重厚に見えるじゃないですか、はい、ね、もちろん革なんかと比べるのもおかしな話なんですけど、はい、軽いですよね、軽いんですよ、すごい着やすい、着やすいですね、どうしてもね、こうベルトもついて重厚に見えますよね、前立てなんかもかファスナーと、スナップボタンとダブルですもんね、そうですね、なん でベルトなんかもついてすごく重厚に見えるんだけど実は軽いっていう、もうここまで着込んでこの雰囲気になってるともうそれだけでこう革っぽさがより強くなってくるん で、ね、ものすごいヘビーなものを着てるように見えちゃうかもしれないですけど、この雰囲気はもう完全にこれ育てる服になってるわけです ね。そうですね。こういうのってなんかどうしたらこういう光沢が出てくるとか育ってくる、いい育て方ってあるんですか。これ着るだけです。もうひたすら着る、別にメンテナンスもこれに限って言えばメンテナンスも別にもちろんしてないですし、オイルじゃないからとかオイル足すこともなければ、はい、ただ着てるだけです。はははは、はい、で遮風性云々って言いましたけど、やっぱ風にいっぱい当たると摩擦するんで、光沢出やすいんですね。へ、ただこういう裏側ってやっぱ擦れるんですごい光沢がテカテカになって、はいはいはい、それはもうそのテンションかかったところが光沢出やすい、こういう立体的なポケットはやっぱ光沢出やすい、うんうんうん、でこの辺でやっぱりちょっと出てないのは、ね、ここあんまテンションかかんないから、ね、はい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 、はい、なんかこうやってまあこれね独自のカスタムを さらにしてるんだと、ね、スピンズをいっぱいつけたりとかね、はい、してるんでもうヴィンテージですって言われたらヴィンテージですもんね、パッと見そう見えちゃいますねそういう感じですよね。でも匂いもないし目立つかないしっていう、この ACVM のワックスコットンってまあ素材の話ですけどね、この生地っていうのは非常にそういう意味ではね優れたいいとこ取りした生地になってるんだろうなと、はい、オーバースペック感もないしねというふうにはすごく感じますね。ちょっとこっちはここからバリエーション、うん、そうですね、まあ、今年はこの形、これが久々に発売になるんで、やってなかったですね去年なんかは。そうですね。もう4つポケっていうとあれですけどね、この形オリーブとブラックと2色登場して、はいはい、それ以外にも、まあ、ここにずらっとあるんでちょっといろんなバリエーションをさらに見ていきたいと思います。はい、 ACVM のワックスコットンシリーズ、ちょっとこの辺りからいきましょうか。はい、こちらこっちでいきましょうかね、はいはい、こちら色がネイビーダークブルーとオリーブの2色あるんですけども、はい、これあの去年の動画でも紹介して松島さんにも来てもらったんですけど、これは今年こそは、去年ちょっと手遅れだったんで今年こそは買いたいんですよね、はい、でこれまあもちろん生地は一緒なんですけど、丈がもっと膝ぐらいまであって長くて、ほんほん、横幅結構大きいんですね。はいはい、オーバーコートですよ ね、 もう感覚としては。これはちょっとこうジャケットっぽいこう形なんですけど、これはもうちょっとこうコートっぽい形で大きいので、はい、このジャケットの上にも着れる感じなんですね。レザージャケットの上からいけちゃいますよね、はい、サイズ的にもね、はい、そうするとさっき遮風性の話もしましたけど、このレザージャケットの上にこれ着てもらって風防いでくれるんで、まあこれだけじゃちょっと寒いっていう1月、はい、2月にこれ羽織ると冬も過ごせる、うんうん、で中にレザーも着れる、でも、ね、もうちょっと暖かい時期だったらこれ1枚でなんかカットソーとかニットとかでも着れるので、うん、まあ、着回しもいいし雰囲気も使えるし、ええ、あと雰囲気もこっちはちょっとバイクっぽいちょっと男っぽい感じなんですけど、こっちはもうちょっとなんていうんですかね、トラッドというか、まあ、あの綺麗めにもちょっと使いやすいですね、はいはい、でこれ色2色あって、2色オリーブと、はいはい、でいいですね、こっちがですねちょっとこう珍しい感じだと思うんですけど、これちょっとそうですね、はい、まあ、初めて見ます。ダウンっぽいんですけど、うん、ダウンではなくて、うん、シンサレート、まあ、中綿ですね、高機能の高機能素材ですね、はい、でそれの一番分厚いやつが、まあ、いろんな厚みがあるんですけど、うん、一番分厚いやつを二重で使ってて、うん、さらにかなりこうボリューミーなんですけど、その分2倍にこう保温性もありますし、はい、まあ、生地がこの生地なので、まあ
このなんていうんですかね、僕もそのアウトドアっぽいものってあんまりすごいこう着るわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、こういう素材になるとこうなんていうんですかね、ちょっと男っぽかったり、はい、ちょっとこうワイルドになるんで、はい、アウトドア気になるけどナイロンとかあんまり着ないなっていうところから、うんうんうん、昔一回作ったことがあって、うん、でこれ今年またこの復活オリーブとブラックが発売になるんですね。これちょっと味が出てますけど、僕が着てるやつなんで、あ、実際着てたんですね、はい、このねちょうど腰に泥コードがついてるじゃないですか。で裾もついてるので、あ、裾もなんですね、はい、あ、じゃあ本当に、あ、さ、本当だ、そうですね、ここでサイドのところでね、ここで絞って風を入らないようにしたりとか、ここのテカリとかがそうそうです、ね、かっこよく経年変化が出てますね、はい、で襟元もスタンドカラーのようにを着れる、そうですね、風の侵入を防げる、しかも肌に当たる部分、これはコーデュロイですよね。まあ、形自体は結構オーソドックスな、はいはいはい、アウトドアジャケットなんですけど、まあ、素材がかなり特色、でこの生地高密度で風も元々通しにくいし、で軽いので、まあ、デザインとの相性もすごくいいので、これはあったかそうですね。そうですね、もう純粋にあったかそうだし、はい、まあ、ありそうでなかなかない、そうですよね、と思いますね。ワックスコットンって言っても随分とこの振り幅が大きいと言っていいですかね。まあ、一応全部アウトドアスポーツっぽいんですけど、はい、まあ、全然デザインも違うので、はい、この辺は、まあ、好みとか、まあ、気分でっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、僕はこうこれメインで昔からずっと着てましたけど、やっぱ最近はちょっとこういうの着たりとか、ちょっとアウトドアも興味あるけどナイロンの買わないなって時にこれ、やっぱ去年一昨年これ結構着てたので、はい、はい、まあ、色々こう楽しめると思いますね、そうなんですかね、本当バリエーション、もう発売時期もこの冬どれも出てくるわけですよね、はい、そうですね、このタイプ4つポケのこれが、はい、今着てるやつ、多分この動画がアップされる、まあ、ちょっと後ぐらいだと思うんですね、はい、もうそのぐらいに、はい、まあ、ホームページの方でも情報が出ると思うんですけど、はい、でこの長いものがその後になるので、ええ、おそらく11月後半から12月ぐらい、はいはい、ちょうどいい時期ですね、いや、なんかこう重ね着とかを考えたりとか、すごくね、いろいろな着回しが楽しめるアイテム、しかもこのワックスコットンで経年変化をどれも育っていくわけですもんね、はい、そのなんか育ち自慢、育て自慢を皆さんしてもらいたいぐらい、もう本当にそういう意味ではね、楽しめる、長く楽しめる、これの上にこれ着たらこれとこれ同時に育てられますからね、あ、そっか、擦れるしこっちもね、いいですね、それは、いや、今年は行きますよ俺これは本当にもうこのネイビーの方でもう決めてるんですこれは、ね、はい、ということでね、今回はワックスコットンシリーズ、紹介していただきました。いろいろ深い話が聞けたんですけれども、ワックスコットンなんぞやと思ってた方ね、だいぶ一歩近づけたんじゃないかと、思いますんで、ぜひねトライしてみていただきたいと思います。私もトライします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。